あれユーハバッハかあれうん。あれいつの間にこんなテーブルについたのうん、不可侵。あ、昔か過去モノクロで。うん。 うん。過去だね。若いわ。うん。このユーハバッハとかの会話になってくると難しいんだよね。これ。うん。 うん。ああ。ここを聞くとあれだね。ユーハバッハが、この刃を向ける意味がわかるというか。うん。 いやめやおおおおあ、十あ、止められちゃったね。ええー、戻るんだ。はあ、何してんの今のはえこれが礼を。ああ、なんか見せられたのね。 うんうんおうん、なんだなんだ うわあ、わあ、ええー。ああ、目戻った。うん。うん。 うん、あここで決断したってことか過去でで今に至って、まあ、もうすぐ悲願だよみたいなえ何のことだ うん。始まるね零礼王宮の戦い。えおー出てきたよ。ん。あえ、で、これはああ <laughs> 待ち構えてた。 <laughs> だから、霊王級側の兵士ってことね、今の。いや、やっぱあれだな。ユューハーバハさんの言葉遣いが難しすぎて。いや、過去の今の表すべとの話もなもう、押し黙って聞いててもあれだから、ほんと字幕出てて、その字幕を読んで、なんとか理解しようと精一杯だったけど、やっぱり、うーん、ハテナな部分多いな いや、さっきのあの、何だったんだろうね。見させられたのか見たのかみたいなところで出てきた映像がいや。そこでまあ、ユーハバッハなんか理解したっぽいけどね。あもっとそこら辺はこれから、いろいろ分かってくることがあるのかな。いやで今退治してたけどさ、あの女性のさ、死神。いや、結構この後ユーハバッハ目の前にしてたらやばいんじゃないの だってそこら辺を倒すことになるのはやっぱりこっちのね、今の懐かしい、いちごたちのメンツだろうし、これから向かうであろうさ。いやー、大丈夫かな。で、ウリュウくんね。いや初期面が集まっての戦いって形になるんだろうね。 いよいよ終わりに向かってるって感じかね。いやけどまだまだいろいろありそうだな、戦い。さあ、来たね。お,おうん <laughs> <ジ> <laughs>。ガンジュ。おうあれこれ、来るかガンジュ。 うん。いや、そうよね <laughs>。なんでこんな自信満々な <laughs> な<に>。何それ <laughs>。けど、ガンジらしいけど <laughs>。ああ。やっぱ行くのうん。数点同図あーああ、じゃあ案内人だ。ガンジこのメンツで乗って <laughs>。あー ちょっとなんか、昔に戻ったようなほんと感じじゃないみんなほら笑ってさ。まあ、ああの、ウリュウはあれだけど。あ、出発いや、なんからこれでイチゴたちが行く頃どうなってるかだね、上が。 いや、ロケット。大丈夫かこれ。うん。あんなぐにゃぐにゃ。ああ、行ったか。おーああ、みんな。見送ったね。いろいろ分かってんじゃない残された人たちも下に。<laughs> きつい。<laughs> 手厳しい。<laughs> いやーで、これね。 うん。かっこいいなあこの人も。あ、もう始まんのおお。五分五分かあ,あいや強いね。うん。 あーけど、これはさすがになどういうこと今の音はお !W! えなんつった今 <laughs> 滑舌が。あー、その下のせいか。あ、W っぽいね、下も。おー いやーけど曲がってますよ。いや、これどうなっちゃうのこれ。体、えー。え <laughs> ちぎれちゃったけど。うん、下は足りてないの ?2 本もあって。うん。 お今の。もう攻撃されちゃったんじゃないのねえ。うん作り直した。お。いや、これ、もうぐにゃれないんじゃない どうえー、<laughs> もう終わりこいつ。今出てきたばっかよああ、負ける。これくらいには負けないだろうね。えー、かっこいい。<laughs> かっこいい。<laughs> うわいや、どのタイミングで来るかなこのみんな。 うん、はあ。うん。うん。何が。うん。<laughs> いや、さっき言ってたね。そうやって <laughs>。聞いた話なのね。だからね。 うん、いやそこ気になるわあれよううん戦えないのその霊王はうんうん うん。いやー、だから、ユーハバッハさん。この後の動向気になるね。もう到着してるし。いやー、そうそう、そうよ。いや、さっき俺、俺それを。 このメンツがいやねウリュくんがいないけどうん <laughs> いやすげえコスチューム <laughs> <laughs> そうね <laughs> いや、ちょっと顔、あからめちゃって。いちごならできる。それが、てかこのメンツならね。ああ、<laughs> 下に捨てられちゃったの。え今度はうわ、もうわ、いっぱい出てきた。ええー、どんだけいるのあ、前からいるやつかな親たい いやーもうわからない。新キャラかどうか。アルファベット多すぎ。名前むずいし。あ、けどこいつは。うん。うん。いや、これやばいんじゃないゼロ番隊のお姉さん。あ、あなたが。 うん、あ切られたん今のは礼王の盾。おぉおおでけえいやーけど、こういうのはどうだろうね。なかそこで片付けられそうな気がする。 いやー今さらこんなん出てきても、えー、ええはあに <laughs> それうわあ。また銃だ、さっきも出てきたけどね。どうええ。 <laughs> やっば。<laughs> 一瞬で片付いちゃったけど。え、これ死んだよね、さすがに。だよね。う <laughs> わえ。いや、そこまでやりますまあけど、油断しない方がいいもんね。 ああ、え、そこから撃ったのいー嘘いや、けど来るんじゃないこんなことしたら。あれあれ <laughs> いやー、偽物だったのか。 <laughs> 生きてた <laughs> マジかはぁいいやっぱすげえわうん。檻うん。 あああなた、ご飯たくさん作ってくれた。おー檻だうん。いや、打っても意味ないんじゃないこれ。うん。まさに檻だわ。 感薄うん。うん。じゃあ、やればある程度削ってはいるのかうん。あ、むしろ食べちゃってんの いやーけど、俺なら説明しないけどね、敵に、こういうの。みんな言っちゃうんだよね。<laughs> こういう時って大体。あー出た <laughs> それで戦うのおういや、頑張れみんな。かっこいい。かっこいいなー おほほほほ、千字丸さんかっこいいな <laughs>。いや、無事でよかった <laughs>、うん。お、スポットライト。お前か、おいつ。さすが派手だね。<laughs> もう、またこれ聞くんかい。ザコ。 あーい,いけど、これで0番隊が新衛隊を止めるって感じかなー。で、いう幅は先行っちゃうかね。あうん。いや、これ。このカード。この二人で。いや、もう次ないんじゃない <laughs> かっこいいテンションが変わった時の。えもう なんも落としなかったけど。ええー。に、またやる <laughs> いや、いいって。さっき聞いたばっかり。うん、かっこいいけど。すげえ。まやかし いやー、そのなんか、あれ普通の知識で語っちゃいけない相手なんじゃないほら、また。<laughs> そう、綺麗に割るって相当むさ、いやあれおー、おいつさん、一人でやっちゃうんじゃないのこれ、四人。 あ、これは <laughs> いや、まじで <laughs> 終わっちゃうかも <laughs> えぇ、ー、ああ、こいつはじゃあ、助かったか <laughs>。いや、どうかなぁ <laughs>。これで終わる うん、もう4人やっつけたかだからだからゼリーいや、とんでもねえなうん。言い方がいいね。お 何何何え出ちゃったけど、普通に。<laughs> あ、変えるのね一応。投げたものと。いや、だからもう、こうなると、表すべがやるんじゃん。ユーハバッハ。うん。 いやー負けそうを表すべさすがに苦戦するかな言葉、うん、あいうはばああく もうしょうがねえわ、ブリーチはもう毎週これだわ。もうほんといいとこで終わる。もうこっからずーっとこれだよね <laughs>。いやー、ここの、氷ょすべさんと、とうとう言うハバッハやるんだ。だから、いちごたちはここの、ゼロ番隊との戦いが終わった後か、到着するとしたら。ってなると、もう、大悦とかみんな、 キリンジさんもやられちゃうんじゃないって思うけどね。まあ、とりあえずさっき、大越はもうあの4人全員ぶっ倒したってことでいいのあれで、あいつら出番終わり <laughs> また立ち上がってくるのかないやーで、ウリュウがじゃあ、この後、ゼロ番隊とやるんかねえ、ウリュウがやっつけちゃうパターンか これ。そういうことか。いや、で、ガンジェもね、加わって向かってるっていう。またさ、ちょっと無熱な展開よ。でこの霊王宮で、みんな揃うんだね。今度は剣を交える相手としてさ。で、早くこの霊王のとこちょっとたどり着いてほしいな。気になるね。どうなってんのか。さあ、そして、ほい。 えこれヒョウスベさんか今のはとりあえず来週は兵舟さんのターンになりそうな感じはするけど、まあ、それでいくらユーハ・バッハを傷つけたところでだと思うよであの瓜生くんの方で戦ってるゼロ番隊のみんなは、まあ、何人かさ生き残るような感じはするんだけど兵舟、まあ、さんはここでなんか脱落な気がするね果たしてこの予言が当たっているのかどうか、えー、次週以降もね 一緒に楽しんでいってくださいというわけでね、以上動画もたがお送りしました。ぜひ動画の高評価、そしてチャンネル登録、まだな、チャンネル登録していただいてね、秋アニメとかも一緒に楽しんでもらえればと思います。それではまた次回お会いしましょう。